よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー思ってますね。はい、今日は2019年11月30日ですね。ここはね、富山県の多分射水市ですね。はい、のこのね、万葉線っていう電車のね、こう終点ですね。この電車のリバーの文字が地盤屋ですね。そう、万葉線、個性的な名前ですよね。多分万葉集から来てるんだと思います。なんか来る時の電車でね、落語家の人のなんかアナウンスだったんですけど、なんか由来について言ってましたけど、よく聞いてませんでした。はい、線路は運行用ですね。で、ここはなんかね、富山県営都線のね、発着場があります。船がいっぱいありますね。太陽がボーボー燃えてます。千葉にあの腹巻きをね、太陽に転送してボーボー燃やしてほしいですね。はい、ここはね、終点なんで線路がね、ブチって切れてます。これなんかあっちのね、高岡の市街の方はね、路面電車でしたね。はい、で、これ線路は運行用なんですけど、で、ここで線路はブチって切れてます。千葉にあの腹巻きもブチって切りたいですね。昔幼稚園で習った線路は続くよ、どこまでもっていう歌があったと思うんですけど、あれは嘘だってことですね。線路はどこまでも続いてません。ね、そう、ブチって切れてる。で、この先電車がね、こう行っちゃったら、ね、大便じゃなくて大変なことになってしまいます。はい、でなんかこの辺観光案内図があるんですね。でこっちには立派なねビスパールもしくはコマサールの橋があります。ここからだとちょっと全部映ってないんですけど、あのずっとあっちにもね繋がってますね。あの大きな結構立派な橋で、このガードレールはビスパールもしくはコマサールです。はい、でなんかそこはなんかね渡船場、なんか船の乗り場で、知らないで、なんかの変な、普通の観光施設かと思って入ろうとしたら、おっちゃんに、なんか乗りますかとか言われたんで、乗りませんって言いました。俺、トイレ行きたかったんです。このトイレに行きたかったんで、こっちトイレかなと思ったら、トイレはこっちでした。こっちは船の乗り場なんで、俺様船には乗らないんで来ません。で、これはイカのね、なんか看板ですね。イカ型の看板。ウィスパー色もしくはコマさん色です。はい。で、トイレの案内図。ウィスパー色もしくはコマさん色。この部分はおしっこ色です。ちょっとね、向こうの方行ってみますかね。はい、とってもね、いい天気です。そう、今回はね、すごい天気のいい3連休でした。まあ、世間一般は3連休じゃないんですけど、俺様金曜日休みだったんで3連休ですね。はい、まあそれは、まあ別にどうでもいいんですけど。で、そこのチェーンはおしっこ料です。これ何の橋なんでしょうね。ああ、落としちゃった。だからポイ捨てはいけないです。ポイ捨てじゃないと俺様は落としただけなんで、ちゃんと拾いました。このチェーンもおしっこ色です。愛の風プロムナードっていう施設があるんですね。これもなんかね、イカみたいな形してますけど、多分イカをイメージしたわけではないと思います。これ看板の裏側なんで、ウィスパイロもしくはコマさんです。何の看板なんですかね。こっちから見えるかな。あ、なんか書いてます。速攻車って書いてあります。電車の運転手向けの看板ですね。どういう意味かは知らないです。はい、そこはなんか原っぱ、草原になってますね。あっちですね。で、踏切、おしっこ色です。まあ、厳密にはおしっこ色と黒のコラボレーションですね。はい、踏切を渡ります。あ、なんか、燻製みたいな香りがしてきました。何の匂いかな、これ。アパマンショップ。アンパンマンではありません。ジバニャ色のコカ・コーラの自販機。あそこの柱、ジバニャ色とウィスパ色のもしく、ウィスパ色と噛んじゃったウィスパ色もしくはコマサ色のコラボレーションですね。普通ね、こういうね、ジバニャ色とウィスパ色もしくはコマサ色のものって、ジバニャ色の面積の方が多いんですけど、これはなぜかウィスパ色もしくはコマサ色の面積の方が多いですね。まあ、多分この辺の人はジバニャ色とウィスパやコマサ色の方が好きなんじゃないですかね。はい、水溜りです。ジバニャの腹巻きをここで汚したいですね。新港大橋って書いてあります。自動車は通れないみたいですね。ここはなんかちょっとした荒れ地ってほどでもないけど、草がボーボーしちゃってますね。こういう草邪魔だからボーボー燃やしたいですね。まあ、勝手にボーボー燃やすとね、大便じゃなくて大変なことになっちゃうんで、行政の人にボーボーしてもらうといいでしょう。なんか施設がある、なんとかプロムナードがあるって書いてあったからね。これなんか謎のキャラクターです。なんていうのかな、イミズムズムズって書いてあります。ちょっと読みにくい字ですね。あ、ここは射水市ですね。射水市ってとこです。で、ここはなんか地盤屋用の電車の上に乗ってます。やばいですね、これ。化け物じゃないですか。こんな巨大な化け物乗ってたら、これ他の乗客乗れませんよ。で、ここはなんかゴミ捨て場ですね。地盤屋の浜もこの中に入れたいですね。これもここに捨てたいんですけど、多分勝手に捨てるといけないんで、まあ、ちゃんと後でゴミ箱に捨てます。適正処理のこの、これが地盤屋用で、こっちがおしっこです。ちょっと錆びついて、運行料かかってます。これなんか多分ね、射水市のゆるキャラだと思いますよ。フナッシーとかそういう、まあフナッシーは非公認ですけど、佐野丸とか、イーワくんとかそういう系ですね、これ。はい、立派な橋ですね。これなんだろうね。あ、ここをこう渡るようになってるんですね。これなんだ、海かな、これ。海じゃないよね、川だよね。周辺案内図があります。愛の風プロムナードって書いてあります。
あ、なんだろう、あの、おしっこ用の巨大な重機がね、なんかこれ来ました。船に寄せられた、あの巨大な、見えるかな、これ映ってるかな。これ一応ね、iPhone のカメラなんで、いつもの低画質カメラよりは多少いいカメラなんですけど、あ、映ってますね。なんかあの、船にね、乗って重機、おしっこ用の巨大重機がね、こう運搬されてます。はい、この橋はミスパイロもしくはコマさん色です。愛の風プロムナード、新港大橋歩行者用道路です。だから、自動車はここ通っちゃいけませんね。向こうにもなんか大きな船舶が止まってますね。周辺案内って書いてあります。そう。愛の風プロムナードが、あ、これのことを言ってるんですね。愛の風プロムナード。で、あ、上まで上がれるから、ちょっとせっかくだからね、行ってみようかなと思います。ちょっとこれね、容量が足りる、まあ、充電はいっぱいあるんですけど、容量が途中でなくなっちゃうかもしれないから、どうしようかな。低画質カメラでちょっと撮ろうかなと思います。ここから先はね。はい。で、なんか、あの、まあ、電車の時間は多分まだ大丈夫だと思います。結構次の電車まで時間あったんで、今、時刻が14時46分、あ、もうあんまないかな。ないけど、せっかくだから上行ってみようと思います。まあ、その次の電車になってもいいからね。はい、あそこにもトイレがありますね。うんことかおしっこをするためのトイレです。はい、ということでね、この動画一旦ここで切ろうと思います。あの別に低画質カメラで上まで登る動画は別に上げようと思います。多分、あの、なんだ、撮ってるカメラの端末が違うから、投稿時期はバラバラになる可能性が高いです。はい、あの、あれが地盤やんです。それでは、ボーボー。